ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュのうちに眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。行こう、自由な海へ。まずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にケリをつけよう。ものには必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。何を。メラメラの実もらっていいよな。おメラメラを食いやがって。エースもらうぞ、お前の技。危険。どうにか出られたが街は大混乱だ。あれは爪だ。コロシアムから海賊が出てきたぞ。敵を逃すな。
王宮へ行くのか。
手を組んだ方が良さそうだな。お前の兄弟が海軍に引き渡される前に言ったセリフを聞きてえか。黙ってろ。お前がエースを語るな。俺がチャンピオンだ。やっと、やっと、やっ、勝負だ。やっ、やっぶり。チッ、カメラの力を奪ってやりたかったが。やっぶり。龍の巨人。東京でルフィたちと合流する。急ぐぞ。させていただきます。下手な敵を数打っても当たれやしらせ、わし一人でお相手しやす。ここは俺一人に任せる。みんなは先を急げ。これは爪だ。麦わらの一味およびそれを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。使わせていただきやすよ。いまいましき海賊たちの残した戦いの残骸。こりゃまずい。なんとかしやすいと。引きつけられる。途中に逃れればしのげるか。海賊の援護は革命軍の仕事ですかい。お前を倒す。そうだとも。革命軍として彼らを守る。いや、間違えた。兄としてだ。龍の巨人め。勝負。ルフィが
が助けを求めたら必ず駆けつける。おっと、もう二度とあんな思いは。これ以上の質問は野暮なようだ。やむしとも、やむところも、やむ通常も、それとも、やむもところも、やむわぞよっとも、やむ海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。わしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。え、誰だ兵隊。てめえはキュロスか。真のドレスローザを取り戻しに来た。ドラオー麦わらや。石のやつピーカ想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。これはまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。始まった。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴ら皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーガ、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。よし、